こんにちは、心理カウンセラーの高見です。心身症になる方っていうのは傾向として無理をする方っていうのが多いですね。要は自分の気持ちとか疲れとかっていったものにあまり意識を向けないで、周りが求めるからではやりますっていう形で頑張る、それに対して応えるっていうことをやりすぎてしまうので、結果的にその幸せとして体の症状として出てくるっていう傾向があるわけですね。いわゆる過剰適応というふうに言ったりするんですけども、要は適応しすぎてしまってその結果調子が悪くなるっていうパターンがあるということですね。ということはそこまで適応せずに自分の疲れとか辛さっていうものを大事にして無理をしないっていう方向に行った方がバランスが取れてくると思います。以上、お参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。